心の窓を大きく開いて、私の風を受け入れて。日曜朝8時30分になりました。今週も始まります、千春の朝晩。おはようございます。 MC を務めます、茅ヶ崎テレビアナウンサーの千春です。何かがどうかしたか、大丈夫ですか？はい、皆さん見えてますでしょうか？おはようございます。千春の朝晩はここ茅ヶ崎から地域に密着した情報、また楽しい話題を発信する情報バラエティ番組です。毎週日曜朝8時30分から生放送で、こちら茅ヶ崎駅北口徒歩1分にございます山地ビルの3階中古レコードショップ浜昼顔からお届けしております。日曜も朝早い時間とはなりますが、ぜひお付き合いください。ではですは、今日も盛りだくさんですので早速いきたいと思います。こちらのコーナーからです。まず一つ目の話題は、茅ヶ崎市文化資料館で開催中の写真と言葉が伝える戦中戦後の茅ヶ崎という、こちらの話題をですねお届けしたいと思います。ちょっとだなかな、こうかな、はい、はい。茅ヶ崎における戦争の資料を集めたこちらの企画展では、戦争を経験された方のお話を言葉として、また戦中戦後の茅ヶ崎の街の様子や人々の暮らしを写真や資料、記録などといったもので紹介します。資料には、医療配給券、また軍隊手帳などといったもののほか、焼夷弾、砲弾といったものもございます。戦後70年を迎える今年、茅ヶ崎においては戦争を直接体験された、75歳以上の方ですね、こういった方は2万6000人、10.9% と少なくなりつつあります。こういった貴重な資料、また記録などといったものを通じて、戦争を知り、考え、また未来をね、考えるきっかけと、していかなければいけないのかなと思います。期間はですね、8月の8日もすでにスタートしているんですが、10月の12日月曜日まで、朝の9時から16時まで、開催されております。入場は無料、1階の展示室にて開催中です。交通アクセスは茅ヶ崎駅南口から徒歩であれば15分、またコミュニティバスエボシ号を使っていただきましたら、福祉会館前で下車していただいて徒歩1分です。続いては、ちょっと変わりまして、なんだか面白そうなアートの情報ですね。こちらもこっちだこれですね、はい。こちらはですね、茅ヶ崎市美術館で8月30日まで開催の正しい落書き展という、アート展ですね。こちらなんですが、その日の温度、湿度、行き交う人々の数、騒音量といった周辺環境の変化をもとに作動し、自動でドローイングを描き上げるというドローイングマシンが茅ヶ崎にやってきてます。このドローイングマシンなんですが、昨年の札幌国際芸術祭2014で注目を浴びたものということなんですが、こちらが、来ておりまして、7月19日から始まった会期中、マシンがずっと稼働し続けているということで、日々変化していくこのアート作品になります。今どんな状態になっているのかなというのがちょっと気になるところなんですが、こういったドローイングマシンなどがある、ちょっと目先の変わったアート展になります。普段あまり美術館に行かれないという方でも楽しめるのではと思います。開催はですね、8月30日までの月曜を除く10時から18時、入場は無料です。茅ヶ崎市美術館展示室2、3で開催中です。というわけで、茅ヶ崎の情報を2つお届けした千春の徳兼でした。ではですね、続いてもんちかちゃんの登場になります。今日はですね、新しいもんちかちゃんのコーナーということで、音楽のルーツについてお話ししてくれます。皆さん、おはようございます。モンチカクリステルです。ちょっと今日斜めにお届けしてますけれども、
時刻は、夜中の2時でございます。なんで夜中の2時に撮ってるんでしょうかね。チャルの朝晩は朝の情報番組でございますよ、ね。今日は、モンチカのルーツでポンということで、モンチカがどんな歌をに、どんなアーティストさんに影響を受けてきたのかというのを、何回か、に分けてやってみたいなと思うんですけど、第1回目の今日はじゃん、渡辺美里さんですね。可愛いでしょ。10代の頃のミサちゃんですね。ミサちゃんなんて呼ばれてた頃の渡辺美里さんですけれども、私は中学生の頃にね、彼女の歌を聞いて、わあ、こんな風に歌えるようになってみたいって、こんなに生き生きと、歌の楽しさを伝えてくれる、こんな歌い手さんになってみたいと思って、それからもうその気持ちが変わることなく、今に至っているんですけれどもね、本当に大好きで大好きでやまない、尊敬してやまない、歌姫美里さんでございます、ね。美里さんといえば、この年にこの季節になると毎年ね、西武球場で、ライブをやっていたことが思い出されるんですけど、当時は、ね、今は屋根が、ね、西武ドームっていうと屋根がありますけれども、当時はまだ屋根がなくて西武スタジアムって呼ばれてた頃にから、美里さん毎年毎年大規模な、コンサートをそこでやっていました。なのでもう雨が降っちゃったらそこでアウトっていう非常にデンジャラスな状況で毎年毎年やってたんですけれども、本当に実際、ライブの途中で雨がひどくなってきてしまって、もうこれ以上、コンサートを続けられないので中止しますっていう年もありました。そんな中でもね、美里さんは、帰ろうとしないお客さんを前にね、目に涙をいっぱい浮かべてアカペラで、歌を歌ってくれたこともありました。私もアカペラでね、歌を歌うことがあるんですけれども、それは、この美里さんの影響が、一番大きいところでございますね。本当に歌に対して誠実で、お客様に対しても誠実でね、ずっとずっとそのまっすぐな思いを持ち続けて歌い続けている、私の、ずっとずっと先を走り続けているこの美里さんへの気持ちはね、私はもう一生変わることはないと思います。そのくらい大好きな大好きな、歌い手さんです。先日、私の自分のライブでね、このラビンユーという歌をカバーさせていただきました。その時の模様をご覧ください。どうぞ。To the モンチカちゃんの音楽ルーツのお話を、お届けしました。コメントもですね、いいエピソードといったコメントをいただいてます。本当にね、モンチカちゃんの歌いに対する気持ちがすごい込められたエピソードだったと思います。はい、ではですね、続いていきたいと思いますが、大丈夫でしょうか。続いてはですね、ゲストの登場になります。隣は徹子の部屋。
隣は徹子のお部屋、ゲストをですね、イモリンちゃんに、お越しいただいております。イモリンです。古代生物史やファンタジーなどをテーマに、ピアノ弾き語りでこの辺り湘南とか東京の方、都内、渋谷、江古田などで、活動しております。アニメソングとかちょっとそういったものも好きなので、アイドルイベントやアニメイベントなどにもこう出没したりします。よろしくお願いします。古代生物史、はい、古代生物史、恐竜とか、アンモナイトとか、まだ人間いなかった時代の、もう滅びちゃった生き物たちですね、そういうものが好きで。恐竜は私も好きですけど、それをテーマに曲を作ってるの、そうなんですね。去年ですね、フェスティバルイン茅ヶ崎というね、音楽イベントが、秋にあったんですけど、そこで初めてお会いしたんですけど、その時もね、なんかすごい世界を歌う子だなと思ったんですけどすごいですよね、深い感じですよねありがとうございます。あんまり、ラブソングがないわけではないんですけど、あまりなくて、だいたい動物が好きで、動物とか、ちょっと可愛らしいファンタジーな動物が出てくるファンタジーとかを歌ってますね。本当にファンタジーな世界だなと思って、その古代生物って言ったらなんかすごいものが出てきそうな、すごい歌な感じなのに可愛らしい曲にしちゃってるところがすごいなって私は思うんですけど古代生物可愛いですよ。可愛いですよやっぱ爬虫類も、はい、爬虫類も好きで、うちにはカメがいます。カメを飼っておりまして、あと両生類も好きなので、カエルとか、そういうものを田んぼに捕まえに行ったりとかしてます自ら田んぼに、はい、全然見えないから本当ですか、びっくりしちゃう。そうなんだ。じゃあこのね、本名とね、全然このイモリンちゃんっていうのが結びつかないようなお名前なんだけど、このもしかしてイモリンという名前はあれから来てるんですか？イモリをうちで飼い始めて今年で18年になります。もうずっと生きてて半分妖怪おばばみたいな感じのイモリちゃんを飼ってるので、私もイモリになろうと思ってイモリっていう名前で活動してます可愛いそうなんだ。そのイモリ18年も生きてるの？そうですね、うち来て、続きも大人だったんで、実際何年生きてるかわからないんですけど、すごいね。すごいですよ。そんなに長寿な生き物なの？20年ぐらいは生きるらしいです。それも初耳で、さすがそれでイモリになりたくてイモリンちゃんという、皆さん、なんでこの子こんな可愛いのになんでイモリンなんていう名前なんだろうって思ってた人もいるかと思いますが、そんな可愛いイモリンになりたいイモリンちゃん、第4週に私どもの朝晩でやってる朝晩というコーナーがあるんですが、ここで流れている曲を歌っている朝晩コーラス部の一員でもありまして、はい、この間はね、ご参加いただきありがとうございます。ございます。どうでした？とても楽しくて、最初お話いただいて、ここで歌わせていただいた時はああいうコーナーって知らなかったのでちょっとびっくり、でもものすごく面白くて、参加できて嬉しいです。ありがとうございます。まさかこんな風に使われるの知らなかったです。これからもね、何かにつけてと歌ってもらうかもしれないですけど、よろしくお願いします。ではですね、早速イモリンちゃんにね、素敵な曲を聴いていただきたいと思います。
それにその風景に合った歌詞を後で自分で考える。面白いね、風景が出てくるんだ。風景と曲とって感じ。さすがになんかファンタジーなね世界を歌ってるだけあって、あの風景を見つつ曲のね詞を書いてるっていう。ライブなどは何か予定はありますか？そうですね、あの湘南のエリアで、うん、あのあるライブといいますか、ちょっと大きいもので、うん、先なんですけど11月1日に茅ヶ崎市のお隣平塚の平塚総合公園というあの沖越の野外イベント、アコースティックフェスティバルという野外イベントに出演します。うん、時間とはちょっとまだ未定なんですけど、うん、観覧を見ていただくのは無料なので、うん、ぜひぜひあの遊びに来ていただきたいなと思います。うん、野外で聞くとまたねファンタジーがさらに広がったりするかもしれないね。ちょっと楽しみな11月1日、はい、11月1日はもうとりあえず予定を空けておこうという感じです。よろしくお願いします。じゃあそんな詳細情報とかはブログとかそういうものを持ってたりしますか？はい、そうですね、あの私のブログがイモリンのまったりブログという、あのちょっと半分くだらないことしか書いてない、音楽活動以外は生物かアニメのことしか書いてないっていうブログなんですけど、イモリンのまったりブログで出てくると思いますので、うん、ぜひぜひあの見ていただければと思います。お願いします。イモリンのまったりブログ、ね、なんかその音楽以外のところも楽しめそうな感じですよね。してくれるしてます。今ねちょっと CD も持ってきてもらってるんですけど、曲名とかなんか聞くと本当に動物とかいろんなね好きなんだなと思うんですがね、お化けとかお化け、あ、はい、こちらセスカンのシングル買っちゃいました。私が描いたクマちゃんの絵で。あ、そうなんだ。はい、お、かわいい。うん、あのちょっとぬいぐるみをテーマにした曲と、うん、お化けをテーマにした曲が入ってます。で、あとなんだっけ、なんとかザメがどうのとかね。はい、うん、こちらグレートホワイトシャークという曲が、うん、曲とカンブリアンピリオンというカンブリア紀という中にしか生物がいなかった時代の曲2曲入っておりまして、そうグレートホワイトシャークホウジロザメです、うん、上手です、入っております。このまた CD とかをね聞いたらもうさらに世界がねイモリンちゃんの世界にのめり込んでいきそうなんですがこの CD はライブ会場なんかで買える感じですか？はい、あのライブ会場と、うん、あとこちらのエコダにありますクラブドロシーさんというライブハウスでバンドアレンジをしてもらった CD でして、このクラブドロシーさんのホームページからそこの通販のページに飛べるんですけど、そこの通販でもあのお買い求めいただけます。なるほどね、あのこのジャケットもねなかなか飾っときたい感じですよね。私が描きました。絵も描いてもうね曲も、まあ
もう井森ちゃんの頭の中ちょっと見てみたいなって感じになってそんな感じでね、いろいろとあのライブだとかそういうのでイモリンちゃんのことをね、もっと知ることができますので、ぜひブログをチェックして今後の活動をね、チェックしていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、の不思議なファンタジーな世界を描いているイモリンちゃんをゲストに お届けしたわけですが、何かこれだけは伝えておきたいということって何かありますか？必ずと言っていること聞かれるんですけど、イモリとヤモリってどう違うのってヤモリは爬虫類でその辺の壁にくっついてるやつで、イモリは水の中にいるカエルの仲間ですので、あのお腹が赤くて背中黒いニホンイモリちゃんです。なのでイモリとヤモリの、見分けはつくようにしておいてください。はい、ということでイモリとヤモリの見分けをつくように勉強していきたいと思います。はい、ではまたね、そのあたりの話だけでもまたお呼びしたいような感じなので、またお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はイモリちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の隣は徹子の部屋はですね、茅ヶ崎在住のシンガーソングライターイモリンちゃんに出演いただいたんですが、湘南とかね、都内で活躍するイモリンちゃん、古代生物史やファンタジーなどをね、歌っているということで、結構変わった世界観をお持ちの方なんですが、まあ、コメントにもありましたが、歌とね喋りと結構ギャップがあって、なかなか楽しいお話を聞かせていただきました。そんなこんなでですね、毎月第3週目は、ゲストと一緒にお届けする隣は徹子の部屋ということで、また来月もお届けします。来月は誰に出てもらおうかなと今まだ考え中なんですが、楽しみにしていてください。ということで、今日ちょっと時間に余裕あるのかな。はい、8時30分からお届けしてまいりました、チャルの朝晩エンディングのコーナーになりました。エンディングもですね、ちょっとコーナー化してます最近。はい、コーナー2つをちょっとね用意しているんですが、1つ目がチラシを見ていただいてお話ししたいと思いますが、はい、勝手に恒例にしてます駆け込み告知コーナーということでですね、今日は勝手に私が気になるライブ情報をピックアップしました。はい、8月22日土曜日に茅ヶ崎駅の南口にあるライブハウスおじさん地で開催されるジャノミチカツラレコ発ライブというものを取り上げてます。こちらなんですが、元チューブのサポートメンバーとして活躍し、その後もあらゆる音楽活動で活躍中の矢口一郎さんが率いる茅ヶ崎を代表するバンドジャノミチさんとシンガーソングライターカツラさんによるライブです。このライブなんですが、まあ、スペシャル企画なのかな、今年の湘南祭で開催された湘南ガールコンテストでグランプリを勝ち取った中道美穂さんをゲストにお招きし、さらにはそれぞれのステージで歌を披露してもらうといった企画もあるとのことですので、ぜひぜひ、注目していきたいと思います。お時間はですね、オープンが19時から、また料金はチャージ2000円です。ただで、ね、チケットに限りがあるということなので、早めに予約した方が良さそうです、といったライブ情報を取り上げてみました。はい、このですね、はい、じゃあ戻して、はい、ありがとうございます。この駆け込みの告知コーナーなんですが、もう何回ぐらいかやってるんですが、常に私がお届けしてるんですが、このコーナー飛び入り参加可能です。これ告知したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ駆け込んでください。この時間帯ちょっとだけ時間を
ちょっとだけかけてよ、待っておりますので、ぜひぜひ駆け込み告知においてください。またね、情報などあればお知らせください。ではですね、駆け込み告知コーナー終わりまして、まだ時間、今日ちょっと余裕あるな、嬉しいな。またもう一つ、毎度おなじみになったのかな、この夏危険情報のコーナーをお届けしたいと思います。なんかこう音楽とかないと寂しい感じがしますけどね。なんかこうね、じゃーんとかってあった方がいいかなと思うんですが、まあ今日の駆け込み危険情報は、まあテレビなんかでももう昨日ぐらいもいっぱいやってるので、皆さんご存知なお話かと思うんですが、なんと茅ヶ崎の沖合にサメが出たという話題をお届けしたいと思います。14日のお昼過ぎ、14日だから金曜日か、金曜日のお昼過ぎにですね、サザンビーチ茅ヶ崎の沖合にある、エボシーワの周辺に10匹ほどのサメの群れが発見されたといった第一報があったんですが、これ結局30匹ぐらいの群れだったということなんですが、でサザンビーチが遊泳禁止になるといった騒動が起きました。でこちらでですね、確認されたのは体長 1.5 メートルほどのシュモクザメというサメになります。でシュモクザメっていうのはなんか群れるらしいんですけれど、30匹ぐらい来ていたといった情報がありました。でネットで調べたところによると、そんなに人を襲うという例があるサメではないらしいんですが、死亡事故というものもあったらしいので、ぜひともお気をつけいただきたいと思います。ね、エボシーワ周辺って言ったらかなり近いなと思ってね、もしかして見えるのかななんて思ったんですが、見えても怖いですけどね、まあ、とにかくお気をつけください。サメ以外にもね、夏の海、これからまあお盆過ぎて、波も荒くなってきますし、クラゲですとかいろいろ危険生物も漂着しますので、海に行かれる際はお気をつけください。ということで、JAL の朝晩もう締めの時間になりました。あ、この夏危険情報でした。来週も何か危険な情報多分あるかと思いますので、お届けしていきたいと思います。はい、まだちょっと時間がありますので、コメントを読んでいきたいと思いますが、俺サメだぜって誰だ俺。シュモクザメ30匹以上、そう30匹も来てたら結構びっくりしますよね。言葉口が待ってないね。サメのチガちゃん、なんだろう、わからないな。かわいいイモリンちゃんかな、誰だら。サメ、ジョーズのテーマ、視聴者参加型番組。そうですね、参加して、もう全然参加していただきたいと思います。駆け込みも OK です。ただ出れるかどうかわかんないですよ。時間パツパツだったら出れないかもしれないの、ね、はい、お願いします。はい、はい、蛇の道最高。そうなんです。蛇の道さんすごい最高なので、ぜひぜひ、行ってみていただきたいと思います。はい、あとはですね、先ほどのイモリンちゃんのところでもね、いろいろとコメントをいただきましたが、私も恐竜好きなんですよ。恐竜展とかね、毎年恐竜博とか行っちゃう人間なんですけど、でも爬虫類は私あんまり得意ではないんですが、そんな感じです。はい、他にもね、いっぱいコメントいただきました。と読めなくて申し訳ございません。はい、お時間ももうちょっととなりました。今日も朝からお付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お届けしたいと思います。素敵な日曜日をお過ごしください。心の窓を大きく開いて、私の風を